休憩前に引き続き会議を再開いたします。太田議員。皆さんこんにちは。一行会の太田俊です。早速通告に従い一般質問いたします。最初に光学園についてお尋ねいたします。まず大和学園についてお尋ねいたします。先日嬉しいニュースが届きました。大和学園チーム初優勝という大ニュースです。皆様もご存知のことと思います。非常に嬉しい驚きであります。山口大学附属山口中学校で開催されました中学生創造アイデアロボコン予選大会において、計測制御部門でなんと、大和中2年生の木村幸喜君が優勝、徳重大河君が6位という、初出場ながら見事な成績を収められました。誠におめでとうございます。今後も大和学園ロボコンプロジェクトチームの活躍を心より応援しております。大和学園の特色とされまして、さらなる普及と躍進をされますことを強く願っております。また期待もしております。躍進することを強く願っております。12月10日の岡山で開催される中国四国地区予選も頑張ってほしいと思うとともに、非常に期待をしております。さて、先の準備委員会において、大和学園整備に向けた基本計画の策定について、塩田小学校体育館で提示され、議論がなされました。その他にも現在、いろいろな観点で議論がなされております。その中で、大和中学校の建て替えの件で、教育委員会より計画案が示されました。現在の学校敷地の周辺にあります、西側の農地と北東部の農地のが購入予定となっております。その農地を購入されて学校敷地として有効利用されようとしておられるように見受けられます。施設型小中一貫校となるのですから、敷地の拡大は必然的に重要なことであり、スクールバス等の出入り口や駐車場等も重要課題となります。よって確かに学校敷地が広くなることは必要不可欠であります。しかし、基本計画の配置パターンについてのところに示されておりますが、その用地を購入されても建物建築は不可と謳ってあります。購入予定されているその敷地ですが、建物の建築に関しては不可とは一体どういった理由で不可とされたのでしょうか。不思議であります。その理由をはっきりと我々にも理解ができるようにご説明ください。次に計画案の一つ、校舎を現地建て替えた場合でありますが、負の理由としてコストがかかると謳ってあります。確かに仮設校舎を建てると費用は現在のグラウンド建設にするよりはコストがかかるのかもしれません。しかしそれはコストなのでしょうか。なぜそこにコストがかかると出てくるのでしょうか。生徒たちの今後の成長を促す大切な建物であります。今後の教育活動の重要な場となるのですから、コスト面より一番重要なのは何でしょうか。その成長過程において、光市の将来を担う生徒たちの成長を促す建物でなければなりません。不思議であります。これらの案のどこに、モデル校としての特徴が出てきているのでしょうか。具体的にお示しください。コストがかかるのであり、光市が考えておられる身の丈に合った費用とは、一体どのくらいの費用を見込んでおられるのでしょうか。選考議員の答弁で、金額が提示をされ、一番低価格のグランドに新しく建て替え案が選考議員の答弁で示されました。そうなりますと、この案では建て替えの間、体育の授業、そしてクラブ活動等、成長盛りの中学生の運動の場を、また体育祭をなくしても仕方がないと思っておられると考えられるかであります。一方、校舎現地建て替えの案では、中学生の体育や授業やクラブ活動にグラウンドは利用できます。中学生が成長する段階で運動のできる場を確実に確保してやることは、非常に重要なところであろうと思います。また、夏休み中も計画や練習を重ねると、
中学生たちが非常に楽しみにしている体育祭も開催できます。このように私が質問いたしますと、教育委員会はグラウンドは使用できなくても大和スポーツ公園のグラウンドで体育祭は開催できますとお答えされると思います。確かにグラウンドに校舎が建設されていても体育祭は大和スポーツ公園でできるかもしれませんが、練習のたびにスポーツ公園のグラウンドまで通わなければなりません。そのたびに生徒たちは移動しなければなりません。生徒たちにそのような無駄な時間を使い、スポーツ公園まで往復するのに無駄な時間と労力をかけ、また安全性も実に不安であります。生徒たちに不要な負担を与えてはならないと思うのです。しかし現地建て替えの案に対しましては、仮設校舎の建設が必要となるので、これについては負であると負の欄に掲載されております。なぜ仮設校舎が 負になるのでしょうか。これもコスト面での問題なのでしょうか。はっきりしたお答えをお聞かせください。先に示されました教職員の先生方の活動拠点であります教職員室といいますか、教員室についてお伺いします。教育委員会の先の答弁で校長先生はお二人だと答えられておりました。その上で質問いたします。小中一貫建て替えの計画では職員室は一室と言っておられました。そうなりますと小学校の先生方と中学校の先生方が一緒の部屋におられると思うわけであります。小中の各校長という指導者が二人おられて、その同じ一つの職員室で小中の先生方がおられるということは理解しております。これからスタートする施設一体、また小中一貫教育の計画をする上でのプラス面、また時間的なマイナス面等避けを見越して諸々の件はすでに十分お考えのことだと思います。私は教育現場の諸々のことについて十分に理解はしておりませんが、現実小中ともに教育現場は大変であると思います。そこで現場の先生方へのご意見や先進地校へのご視察等されてのことだと思われますが、同一職員室の中に指導者であられる校長先生が2人もおられるのはどうでしょうか。どうなのでしょうか。現場が一番やりやすい最善の形を希望しているものであります。いかにお考えかお聞きいたします。普通教室等において小中一緒の校舎のように拝見いたしました。そうなりますと教室の配置についてはどのようにお考え なのでしょうか。単純に考えますと、小学校1年生から順に中学3年生は上の階に配置されると考えるわけであります。そこで問題が出てくるように思います。小学生の授業時間は確か1次元45分だったと思います。また中学生の1次元授業時間は50分だったと思います。その時間差による問題点はどのように解決されようとしておられるのでしょうか。また休憩時には授業が終わると小学生は校庭などに出て大きな声ではしゃぎ回るわけでありまして、当然声は下から上に響いてくるわけであります。そうなりますと授業にも差し障りが出てくるように思われます。そうした不安について防音工事としてその音が聞こえないようにいたしますとお答えされるかもしれません。当然今時の校舎には全室エアコンは装備しておりますと言われると思いますが、一年中稼働させるわけであります。そこで一つの案でありますが、小学校教室棟と中学校教室棟を別々にされ、低学年用プレイエリア遊具ゾーンを管理棟側に設置をされて目が行き届くようにされるようになされたらよいのではないかと思いますが、いかにお考えかお聞きします。建築計画は急ピッチで進められていると思います。やり直しは効きません。しっかりと先の見通しをされ、児童生徒を一番に考えていただき、特徴ある校舎や特別教室および運動スペースなど光し最初の施設型小中一貫校として、また特徴あるモデル校としての役割も持っておりますので、より良い建て替えを願っております。教育委員会は熟慮をされ、しっかりとしたお考えをお持ちのことだと思いますので、そのことを住民の皆様にしっかりとお考えをお示しすべきではないでしょうか。まず住民の皆様にご意見をお聞きして、それから決められていかれるような逃げの考えをしないで、このように考えてまいりたいと思いますが、もっといいご意見をお聞きしたく、準備委員会を開催しておりますので、お聞かせくださいと、このようにできないのでしょうか。
かにも住民の意見をあくまで参考にして決めていきたいと言われながら、今回は1回の準備委員会の会合にて決められておられます。今後の方針についてでありますが、1回程度の会合で決められていかれるのでしょうか、いかにお考えかお聞きいたします。すでに青写真ができているものと思っておりますのでお伺いいたします。次に浅苗学園についてお尋ねいたします。先の議会唐突に浅江中学校を光学高校の跡地に移転すると示されました。諸般の報告の中、合併特例債を使用して移転すると市川市長を言われ、補正予算を提出されました。10億円以上も費用を必要とするのに議決案件とされず、いきなり提出され強行採決に持っていかれました。議決案件とされなかったのはどうしてなのでしょうか。議会としてはこのような案件は光市行政に係る基本的な計画等を議会の議決事件等にする条例の第3条議決すべき事件の3項の大規模な公共事業の実施に係る計画の策定変更または廃止により、行政側は議決案件として議会に提出しなくてはいけなかったと思っております。なぜ議会に提出されないでいきなり補正予算で提出されたのでしょうか、いかにお考えかお聞きいたします。またなぜ合併特例債がいきなり早急に変更できるのでしょうか。変更なら確か手続きが必要となってくるのではないかと思われますが、光市新市建設計画の変更による改正後の手続きが必要になろうと思われるわけであります。市川市長はいつも熟慮に熟慮をと言っておられるのですが、この度はこういう手段に出られておられます。ご説明いただきたいと思います。さて、浅苗学園である浅江小学校と浅江中学校は施設型小中一貫校としての我が光市の大きな柱であります。光学園計画の最終校として令和22年度頃を目途として計画をされております。先に申し上げましたが、山口県と光市の土地交換そして購入が決定されました。市長のいわゆる浅江中学校を光が丘高校の跡地に移転されるのであれば、最終校として計画されているとはいえ、この機会に浅苗学園の前倒しが発表されるものだと思っておりました。しかし教育委員会の答弁では浅苗学園の前倒しは考えていないとのことでした。不思議であります。なぜなら現在の光学高校の跡地は無人であります。生徒たちの安全安心、振動ないし騒音に悩まされることなく安全に工事をされるので適しておると考えられます。100歩譲って令和6年度に中学校としての校舎の改修がされるのであれば、完成を見られて生徒たちのいない同年あるいは翌年にまだ無人の時に小学校部の増改修がされるべきだと思われます。そうすることにより生徒の騒音や振動に悩まされることなく、また工事も安全にスムーズに施工されるのではないかと思うわけであります。それとも何が何でも中学校を単独で移転しなくてはいけない特別の理由があるのでしょうか、お答えください。まさかここで光市の身の丈に合った予算ではないとか、また現在大和学園が進行中であり教育委員会が令和20年度を目途としておられますから、そこまで考えることができないので浅苗学園については前倒しはできないと思っておられるのでしょうか、お聞きいたします。最後に観光シティプロモーションシティ推進についてお尋ねいたします。観光シティプロモーション推進についてお尋ねいたします。観光シティプロモーション推進課は今年の令和5年4月より新しく発足したと思っております。それまでは企画部にシティプロモーション部門として移住定住を主に取り扱われたと記憶しております。この度わざわざ観光とシティプロモーションを一つの課として発足されました。では発足してから8ヶ月が過ぎようとしておりますが、この8ヶ月の間にどのように推進をされたのでしょうか。またシティプロモーションとは、私は我が光市を日本中の方々に光市という名前を知ってもらうのではないかと考えております。その上で光市へ観光を多くの方々に知らしめて、この光市に足を運んでもらい移住定住へとつなげるための推進課だと思っておりますが、当局としてはいかにお考えか分かりやすく日本語でお答えください。推進課として現在までの行動や売り込みなどはどのようにされてきたのか、また売り込みをされた機関としてどこに
されたのか、具体的に加えて現在どのような進展があるのか等もお知らせください。またこれから光市の観光の魅力をどのようにされて売り込みをされるのか、8ヶ月も過ぎたのですから方針が具体的に見えてきていると思われますので、今後の方針を示し具体的な案をお教えください。さて、徳山駅をご利用された方はご存知かと思いますが、新幹線徳山駅の新幹線口から入場されたところ、また在来線の乗り換えゲートを通過され、コンコース、いわゆる待合による広場に相当する場所であります。改札口を通過してすぐ左側、つまり新幹線の下り線に 乗車するための階段横に岩国市、柳井市、光市、下松市、徳山市、新南洋、豊富市の左から順番に6市の観光パンフレット舞踊部が設置されております。拝見しますと、各地の各商工観光課が15、6年前より立地をされているで、いるようであります。光市の宣伝場所はその屏風掲示板の真ん中あたりに設置されております。しかしなぜかしら、現在観光パンフレットの代わりに行事案内の光市リレーマラソンの B3 の宣伝パンフレットが真ん中の位置に1枚だけ貼り出してあります。他の市には横約 0.7 メートル×縦約1メートルくらいの枠にいっぱいの観光パンフレットが掲載されております。光市以外の屏風形式の観光掲示場所には目いっぱいの観光掲示がなされております。またその下部には各市のパンフレットが取り出せるよう棚が設置され、パンフレットが挿入されております。しかし光市のパンフレットが棚には行事案内のリレーマラソンのパンフレットしか入れてありません。また以前にはその掲示板には光、花、ランマンのポスターがずっと掲げられていたように記憶しております。徳山駅新幹線口は光市にとって玄関口の一つと思われます。その玄関口に四季折々の魅力をアピールして、そして光市の魅力を感じ取れる掲示板だと思います。光市民の方の中には私と同じ思いを持たれた方々が多いのではないでしょうか。当然徳山駅の新幹線口を利用される方々が東京などに出張などで行かれるときや帰られるときの際には、その観光屏風の前を通られております。この掲示板は光市の観光をプロモートする絶好の機会の場であると思われます。我が光市の PR スペースがもっと魅力あるポスターになれば、光市の誇るべき観光資源を数多く情報発信できるものと思っております。それにもかかわらず現在も改善なされていないように見受けられます。現在この現状をどうお考えなのかお聞きいたします。以上で壇上からの質問を終わります。伊藤教育長。それではご質問の1番目、光学園についての1点目、大和学園についてお答え申し上げます。はじめに議員より、この度山口市で開催されました全国中学生創造アイデアロボットコンテスト山口県予選大会における大和中生徒の活躍についてご紹介いただきました。情報化が急速に進展する中、現在小学校においてもプログラミング教育が導入され、子どもたちの生活や教科等の学習と関連付けながら発達の段階に応じた取り組みが進められています。特に岩田小学校では令和3年度に県教委の指定を受け、プログラミング教育実践研究協力校として重点的な取り組みが行われてきました。この度のロボットコンテストでの活躍は、このように小学校で取り組まれてきたプログラミング教育を中学校でつなぎ、さらに発展させた小中一貫教育の一つの成果であり、大和学園の今後を考える上でも大きな意味を持つものであると捉えているところであります。まず施設一体型小中一貫大和学園の建設予定地における購入予定用地について、建物の建築ができないことの理由についてのお尋ねをいただきました。購入予定地については現状地目が他であることから、
今後農地転用し学校敷地の一部として開発行為の許可を得る必要があります。その後にこの用地の範囲内で建物を建築することは可能ですが、大和学園が必要とする施設の規模を同用地内で整備することは困難であり、現大和中学校の施設に敷地にまたがって整備することが想定されます。その場合、現大和中学校の用地を含めた、敷地全体での開発行為の必要性が生じ、開発許可まで多くの時間を費やすことなどから、大和学園の新設の時期にも影響するため、現実的ではないと判断し、建物建築は不可と説明させていただいたところでございます。次に基本計画の整備配置プランにおける特徴についてのお尋ねであります。昨年度準備委員会では大和学園の学び屋の姿について協議し、目指す学園像として取りまとめていただきました。この目指す学園像を施設整備の基本方針として位置づけ、小中学生が互いに学び集う場であるとともに、地域の方々とともに触れ合い活動する競争空間の実現を目指して進めているところであり、先日開催した準備委員会ではこれを基本に各プラン共通する施設用途やゾーニングの考え方をご説明させていただいたところであります。そのうち共用スペースとして整備する予定の空間は、目指す学園像の中で整理した多学年で合同学習や交流ができる多目的スポーツスペースや、子どもたちだけでなく地域の方も一緒に交流できる触れ合いの場を含む大和学園の最も特色ある場所となります。この共用スペースは乳幼児から高齢者まで世代を超えて地域住民が集い憩える場所であり、本市の施設一体型小中一貫光学園のモデルとしても特に特徴的な場所として計画してまいりたいと考えております。次に施設整備にかかる費用についてのお尋ねであります。大和学園は施設一体型になることのメリットを生かし、小中学校で共用できる書室の設定や多目的室の設置など施設の有効活用によって、コンパクトでありながら機能性が高くまとまりのある施設規模を目指して進めております。本計画での概算の事業費については、今後の詳細な設計や社会情勢等により変動する可能性もありますが、先の答弁でもお伝えした通り、おおむね32億2000万円から39億5000万円と試算したところでございます。次に中学生の体育の授業や部活動などの運動に関する問題につきましては、グラウンド建て替え以外のプランでは、まず現在のグラウンドの位置に仮設校舎を建てることを想定しておりますので、一定期間グラウンドの使用ができなくなる状況はグラウンド建て替えのプランと同様であります。そのため運動スペースの観点で申しますと、いずれの案についても同様の条件となりますことから、隣接する西側用地を先行整備し、そこを運動場として活用することで体育の授業等が継続できるよう配慮していきたいと考えております。一方で部活動の地域移行の取り組みも並行して検討しておりますことから、この動きも見極めながら調整を図り、できるだけ子どもたちに影響がないように進めてまいります。次に校舎現地建て替えの案における仮設校舎の建設をマイナスの要因としている理由についてのお尋ねであります。校舎建設にあたってはコスト、すなわち費用も重要な視点でありますことから、仮設校舎の建設によりコストがかかることについてはプランを比較検討する際の一つの視点として取り上げるべきものと考えております。さらに仮設校舎は学習のしやすさや居心地の良さ、安全性などの面で十分な機能を確保することができにくく、子どもたちが一定期間過ごす教育環境としてもマイナスの面が出てくるのではないかと危惧されます。次に校長が2人で職員室が小中で1つになることに対し、教育現場が大変になるのではないかというお尋ねについてであります。校長の数についてはこれまでの議会でもお答えしております通り、制度上は
小中各1名の配置が基本となりますが、小中の校長を兼務にして実際は1名で運用している事例もあり、大和学園においても校長等と協議の上そのような方法を選択することもあり得ると考えております。また職員室につきましては、新しい大和学園では小中の9年間を見通したグランドデザインを作成し、小学校と中学校の教職員が共通認識のもと15歳の大和小僧の実現に向けてより一貫性を高めた教育となるよう計画されております。そのため職員室を同一にし、教職員の連携協働をさらに進めていくことが望ましいと考えております。次に、小学生と中学生の授業時間の差に伴う問題に対する考え方についてであります。小中一貫教育の良さの一つは、小学生が中学生に憧れを抱いたり、中学生の学習への取り組み方や生活態度を見習いながら自ら成長していこうとしたりすること。また一方で、中学生も小学生に対して思いやりを持って接し、自ら小学生の手本となれるように努めようとすることなどがあり、このような効果は小学生と中学生が共に生活するからこそ生まれるものであります。小中一貫教育を進めている先進校では、例えば下学年であっても下学年の児童なりに上級生に配慮し、静かに行動すべき場面では注意を払いながら行動しようとする意識や態度が身についてくるなど、施設が一体型になることによって一貫教育の良さが引き出され、顕著な成果を上げているところもあります。また運営面においても、小学校の行間時間を調整時間とし、その後の時程を合わせていくことや、チャイムの設定方法を工夫するなど、先行する施設一体型の学校では、さまざまな工夫が行われていることから、こうした取り組みを参考にしつつ、検討を進めていきたいと考えております。また、今後の基本設計の中でも、教室配置の工夫などを反映した施設整備にしてまいりたいと考えております。次に、空調設備の整備や稼働に関する方針につきましては、今後の基本設計、実施設計において詳細を固めていくことになりますが、太陽光発電や施設の高断熱化などにより、効率的な空調システムになるよう検討してまいります。なお、空調設備の稼働については、現在の使用指針に基づき行っていきたいと考えており、一年中稼働するものではございません。次に、小学校と中学校の教室等を分割することについてでありますが、先ほども申し上げましたとおり、小中一貫教育の効果は、小学生と中学生が共に生活する中で高まるものであります。文部科学省が定めた小学校及び中学校の施設整備指針では、小中一貫教育を実施する施設一体型の学校における施設整備の考え方として、学年や学年段階の区切りを超えて、年齢の異なる児童・生徒が日常的に交流できる各室、空間や動線を意図的に計画すること、また学びの区切りに対応した校舎のゾーニングや教室環境を計画することが重要と位置づけられており、本市の小学校1年生から4年生までの前期、5年生から中学校1年生までの中期、中学校2年生3年生の後期、この考え方を教室配置にも取り入れていければと考えているところであります。なお、低学年用プレイエリアについては管理棟に隣接した配置とし、目が届きやすくより安全なスペースとなるように計画したいと考えております。次に、大和学園の取り組みについて住民の意見を聞く前に教育委員会の意見を最初に示すべきではないかということについてですが、少し振り返りにもなりますが、この施設一体型小中一貫大和学園の取り組みについては、当事者となる児童生徒保護者のほか、地域住民に開かれた共に学べる地域と共にある学校づくりを目指してまいりました。そのため、今後の大和学園の在り方を決める重要な方針については、昨年度準備委員会を中心にご協議いただき、一定の方針を示すことができたと考えております。
今年度は準備委員会の各部会においての具体的な内容の協議が中心となっており、他の自治体の例も参考に教育委員会としての案を事前にお示しし、ご意見をいただくなど、より効率的な協議になるよう努めているところでございます。また、施設整備の考え方につきましても、専門家からのご助言をいただきながら、教育委員会としての考え方を整理し、準備委員会の皆様にご意見をいただいているところであり、今後も関係の皆様方のご協力をいただきながら、新たな大和学園の創設に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。次に2点目の浅苗学園についてのうち、教育委員会所管部についてお答え申し上げます。浅苗中学校の旧光が丘高等学校跡地への移転について、生徒がいない間に小学校部分の増築をしてはどうか、中学校単独で移転しなくてはいけない特別な理由があるのかとのお尋ねでございます。議員ご承知のとおり、令和4年3月に策定した施設一体型小中一貫光学園の新設にかかる方針において、浅苗学園は第3期に位置づけているところであります。この方針では、少子化に対応し一定の学校規模を確保し、豊かな人間関係の構築や協働的な学びの実現を通した資質能力の育成を図ることを基本方針の一つに定めております。すなわち、施設一体型の学園づくりは小中一貫教育の効果をさらに高めると同時に、少子化に対応した一定規模の集団の確保、協働的な学びの場の確保を狙いとしております。このことを踏まえれば、市内で最も児童生徒数が多い浅苗学園の第3期の位置づけは維持されるべきものと考えます。なお、現在の浅苗中学校は令和7年度に長寿命化改修の時期を迎えることとなります。この度の浅苗中学校の移転は、浅苗中学校の長寿命化改修を行わないことを前提に、旧光が丘高等学校を改修し、その有効利用により学校としてのより多くの機能を創出していきたいとの考え方のもとで行おうとするものであります。以上でございます。山岡総務部長。それでは、太田議員の1番目の2点目、浅苗学園についてのうち、私からは光が丘高等学校跡地の所得と活用から、光市行政にかかる基本的な計画等を議会の議決事件等にする条例に基づく手続きが必要ではないかというお尋ねについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、本条例におきましては、市が議会にご議決を図る事件などこれについて定めており、対象となる計画等につきましては第3条の方に示されております。この第3条では、議決すべき事件を4項にわたって示しており、第1項では光市総合計画の策定や変更等に関する事項を、第2項では光市地域福祉計画や光市子ども子育て支援事業計画など、あからけの9つの計画および議会が必要と認める計画の策定や変更等に関する事項を、第3項では大規模な公共工事の実施にかかる計画の策定や変更等に関する事項を、第4項では執行機関が他団体と結ぶ提携または協定のうち予算を伴うものの締結や変更等に関する事項をそれぞれ議会の議決事件とすることを定めております。この度の光が丘高等学校跡地の所得と活用につきましては、主に改修工事であり、他の学校改修事業など同等の取り扱いをするものであり、個別の改修計画は策定していないことから、本条例の議決すべき事件には該当しないものでございます。以上でございます。岡村政策企画部長。それでは2点目の浅苗学園についてのうち、政策企画部所管部についてお答えをいたします。浅苗学園と新市建設計画の関係性でございますが、新市建設計画とは合併協議会が作成をするもので、
市町村の合併に際し、関係市町村の住民や議会に対して合併後の将来ビジョンを示し、合併の判断材料にしようとするものでございます。いわば合併市町村のマスタープランの役割を果たすものであり、作成にあたっては合併市町村の一体性の速やかな確立や住民福祉の向上、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切な配慮が求められております。また合併市町村が新市建設計画に基づいて行う公共的施設の整備等にかかる事業については、有利な財源である合併特例債の活用が認められているところでございます。ただいま議員からは浅内学園の整備について新市建設計画に示されているのか、また合併特例債を活用するためには計画の改正が必要ではないかといった趣旨のお尋ねをいただきましたが、光市大和町新市建設計画にはゆとりと潤いある教育環境づくりに努めるため学校施設の整備充実に取り組む考えが当初から示されているところでございます。以上でございます。太田議員、まず最初に、私は施設型招致一貫校が違憲とは一つも言ったことはありません。そのことについて、一言言わさせていただきます。それから新しく購入された土地が現在田んぼであるから用地変更せなくてはいけないと、それは市から市が買うのであるから届けるだけで済むと思います。でその開発行為も市が行うことであるから届けるだけで済むと思います。だからそこについての時間的許可を得ることはないと思っております。そういうふうにお聞きしております。それから私はまたがるって建築するとかいうんではなくて、そこに仮設グランドに仮設工事を仮設校舎を建てるんではなくて、今の買われた購入された土地に仮設校舎を建てたらどうかという意見を後から言おうと思ったんですが、もう先に言われましたんですが、そこに仮設校舎を建ててグラウンドはそのまま使用できるというふうに踏んでおります。平米的にもそのぐらいそういうふうになっておると思いますが、そこのところはもう一遍お答えください。伊藤教育長。はい、まず購入土地の購入についてはですね、開発行為については届け出だけで良いのではないかというご意見でご指摘でございましたが、これにつきましてはですね、現状地目が、先ほど申しましたが他でありますことから、今後農地転用し学校敷地の一部として開発行為の許可を得る必要があると、届け出だけではなくてですね、許可を得る必要があるというふうに私どもは認識をしております。それからもう一点、先ほど西側の敷地でございましょうか、新しく購入する敷地に、仮設の校舎を建てるというご提案をいただきましたが、西側の用地はまず不整形でございます。不整形というふうに私どもは認識しておりますが、そして広さも限られております。従いまして、その学校施設は日当たりでありますとか、風通しなどにも配慮し良好な環境を確保する必要がありますことから、学びのスペースとしては十分ではないというふうに判断をしているところでございます。太田議員。先ほども言いましたが、公共で買われて農地変更転用する場合は許可だけで済むというふうに私確認しております。で開発行為も許可するだけでできるというふうに確認もしております。許可はというのは県の方に許可とか言うんじゃなくて市の方でやってくださいというふうな確認もしております。そこのところもう一遍お考えして、今後ともお考えしていただきたいと思います。またそこの農地に対して仮設校舎を建てるということは十分に
建てられるように広さはあります。だからそこに立って仮設校舎を建ってからグラウンドじゃなくてそこに校舎を仮設校舎が建てられるような計算もできると思いますので、もう一遍そこのところをよくしてもらいたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それと グラウンドができなくて運動会なんかはどこでやろうとされてるんですか。教育委員長。はい、この、建て替えの、期間中はですね、今太田議員の方からございました新しく購入する用地をできるだけ早めに整備してそこを運動ができるスペースにしたいというふうに現時点では考えております。いや運動会なんかどうするんですか。伊藤教育長。はい、運動会のような行事につきましては、これは学校と相談して近隣のスポーツ施設を活用するということも考えられますので、そうした行事の時にはですね、そうした方法も考えられようというふうに思っております。だから学校敷地外に出て運動会なんかの行事なんかお使いになるということでしょ。伊藤教育長。はい、建設が完了するまではそのような形に、必要な場合はということでございます。太田議員。まあ繰り返しになりますが、体育祭なんかどうしても必要になると思うんですよ。ね、そういうところはどういうところでお使いになるかといったら、まあスポーツ公演なんか一番妥当だろうと思いましたから、男女でも言わさせていただいたんです。ね、それは今の田を幼稚園越してからグラウンドにするのはそれは少しはできると思いますが、体育祭なんかは当然できないと思うんですよ。他の学校より外に出てやらなくちゃいけないと思うんですよ。そういうところはどうするされるんですかとお聞きしてるんです。バスケ教育部長。お尋ねにお答えをいたします。どうしても工事の期間でありますとかになりますと、そういった、まあ、通常の学校、今の学校運営ではなくてですね、ちょっとなかなか運営が難しいところも出てこようかと思います。そのあたりは学校とですね、相談をしながら生徒の安全を第一に、まあ、どちらで大体のものイベント行事等を行うかは分かりませんけれども、今申し上げる段階ではありませんけれども、連携を密にして進めていきたいと考えております。以上でございます。太田議員。私では当然グラウンドやるんですが、そういうのも当然考えてから提案されたと思っております。ね、そういうのは学校と相談してからやるとか言われるんじゃなくて、もう初めからそういうような考えも当然あると思いますから、ね、そういうところを熟慮されてからやってもらいたいと思っております。また校舎を倒したときグラウンド200メートルグラウンドができるような案でありますが、何コースとして何コースぐらい作られるつもりですか。伊藤教育長。はい、公認陸上競技場等ではですね、200メートルトラックの走路要件として曲走路4レーン以上が必要であるというようなこともありますが、まあ、そうしたことを参考に、適切なトラックの例について、まあ、これから検討していきたいというふうに考えております。太田議員。まあ、4レーンと言われてるんですが、普通は大体5レーンぐらいを使われる。それまで今の校舎の現校舎のところにグラウンドを作るとなると4レーンぐらいしか作れないというような感じを私は今答弁で受けましたから、そういうのは生徒に対して窮屈な思いをさせるようなことないように今後も進めてもらいたいと思っております。またコストがかかるとか言われたんですが、コストはやっぱりある程度生徒たちの成長の裏返す一環の教室でございますので、ね、それからそこを一番大事に考えられて今後とも進めてもらいたいと思っておりますので、
いろいろな精神的なことをいろいろと言われましたが、それは当然精神的なことも、それは施設型小中一貫校にすると、小学生は中学生をやめ、中学生や小学生を思いやるというような、それは施設型小中一貫校になるとそういうような考えが当然できています。校舎の建てる校舎を違う校舎にせえという考えとはまた違うと思います。そういうところは、ね、教室において授業を行うことにおいて上下よりも私は横の方がいいんじゃないかという提案させていただいただけですから、そこのところももう一遍よく考えてもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。続いて朝内学園のことについてちょっとお聞きするんですが、朝内学園において前倒しできないかということに対していろんな観点をも言われましたが、もう一遍施設型小中一貫校に対して子どもたちの安全やら安心を、また工事の進捗状況においてなんか当然誰もいないときに工事を行う方がいいに決まっております。それを初めからもうなくというようなことで答弁でなくて、そこのところも一緒に考えて、当然生徒がいないときに工事をするのが一番いいと思っています。また朝江中は長寿命化対策においてから令和7年度には工事しなくちゃいけないとかいうような言われましたが、当然光学高校も同じ建築年数40年程度経ってます。同じ建築年数ですよ。それをなぜ朝江中学だけそう言われるのか分かりません。もう一遍お答えください。東京教育長。はい、まず先ほどの答弁の繰り返しのようになりますが、子どもたちの学びの質の保障ということをやはり第一義に考えていて、この光学園構想を進めているということでございます。従いまして、一定期間この工事が完了するまでの間、新しい、施設朝内学園における施設一体型の校舎を作るときに、中学生がその校舎をもうすでに使用しているという状況が、この度朝江中だけを移転した場合は生じてくる可能性もありますが、しかしながら長期で考えますと、やはり子どもたちの学びをいずれの地域においてもできるだけ平等に公平に、その水準を確保するという意味では、先の、方針で私どもがお示ししたスケジュールに沿ってこの計画を進めていくのが妥当であるというふうに感じているところです。それから、同じ、建築年数であるけれども、なぜ光が丘高等学校跡地に移転をするのかというご質問でございますが、これは、光が丘高校跡地におけるさまざまなその施設を活用しての機能の向上が考えられるということでございます。例えば防災の拠点にもなり得る、あるいは、部活動が地域クラブ活動に移行した際のその活動の拠点にもなり得るといったさまざまなその機能の向上を考えて、この度の移転に、移転の方向で進めていくということを判断したということでございます。大田議員。まあ いろいろ言われましたが、朝江中学校も光学高校も同じ年数経ってるんですよ。そこで朝江中学校の長寿命化と言われても、そうじゃなくて光学高校も同じ年数40年後経ってるんです。で安全性とか言われても、それは同じなんですよ。それだからせっかく移転するなら、ちょうど人口誰もいない時に小学校も移転した方がいいんじゃないかというご提案をさせていただいておるわけですよ。そこをいろんな言われなくて、素直に人間がいないんだから、そのまま朝江小学校も一緒に移転したらできるんじゃないかというふうな思いで言わさせていただいておるんです。そこのところももっと前向きに捉えてもらってですね、一緒にしたらいいんじゃないかというのをもう一遍考え直してもらいたいと思っております。また光市は教育の県下ただ一つ
2学期制を取ってるんですよ、光市だけが。それで進めてる。またあの光学園として全市において光市が全体で施設型小中一貫校という画期的なあの行いを行おうとされておるんですよ。だからそういうことにおいてですね、いろんなことがあの問題も起きてくると思うんですが、前進に向かって今後ともあの生徒先生生徒一番が生徒ですから、そのことをいろいろ考えてですね、あの良き方法に向かって今後ともあの精進して努力していってもらいたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。この子はあります。吉岡経済部長。それではご質問の2番目、観光シティプロモーション推進課についてにお答えします。第3次総合計画では特に重点的に取り組む8つのプロジェクトの一つに、人がつながる豊かな自然と人で見せるシティプロモーション活動実践プロジェクトを示し、効果的なシティプロモーション活動の展開と豊かな自然を生かした観光や交流定住促進活動の展開に戦略的に取り組むこととしています。また取り組みの方向性の中で、市民が町に誇りと愛着を抱き、市民一人一人が町の魅力を発信するセールスマンとなり、町に関わり定住する人が増えるといった好循環を生み出すことが必要であり、そうした町の魅力や地域の人が大切に思う価値観等の積極的な発信を通じて、本市での活動や暮らしに共感できる人の輪を広げることとしています。このプロジェクトの着実な推進に向け、シティプロモーション活動と観光振興、移住定住促進事業を有機的に連動させ、さらにニューファーマーやニューフィッシャーなど第一次産業従事者の確保と移住定住支援策とも連携させるため、本年4月の組織改編により経済部内に観光シティプロモーション推進課を設置したところです。本市が考えるシティプロモーション活動は、市民の本市に対する誇りや愛着を育み、町の推奨意欲の向上につなげていくとともに、町の特性や魅力を行政や市民が連携して発信するなど、多様な交流の促進と関係人口の創出拡大を目指すものですが、分かりやすく申せば、町の特性や魅力を発信することは、議員仰せの通り我が光市を日本中の方々に知ってもらうことで、さらに観光や移住定住へとつながっていくことを期待するものでございます。次に、具体的な取り組みについては、新たな事業として光市ならではの魅力を市内外に発信する取り組みや、潜在する本市の魅力を発見する取り組みを創出し、本市のイメージアップや市民の町への愛着の醸成につなげることを目的とした光の魅力発信発見支援事業に取り組んでいます。本事業では虹ヶ浜海岸をウェディング会場や遊び場にするなど、海水浴以外に活用する取り組みや、20年以上活用されていない木崎神社の夜店の桟敷を復活させ、古の風情から新たな魅力を創出しようとする取り組み、本市の貴重な歴史的文化的資源である室積海昌通りを国内外に広く発信しようとする取り組み、コロナ禍以降急速に拡大しているテレワークやワーケーションを行っている人を本市に呼び込もうとする取り組みなど、市民や市内の団体が主体的に行う取り組みを支援しました。一方、光の海を復活し、虹ヶ浜海岸に新たにチャレンジショップを設置するなど、海水浴客の利便性の向上を図ったことにより、海水浴場の利用客数は前年度と比較し増加しました。このほかにも、インバウンド客の取り込みに向けては、山口県とともに市内事業者や里のクリアのご協力のもと、体験コンテンツの醸成にも取り組んでおり、先日も台湾の旅行会社を誘致したモニターツアーを実施して、着物の着付け体験や豆腐作り体験など各コンテンツのブラッシュアップに取り組んでいます。また県が東京都に設置しているアンテナショップ、おいでます山口館で開催された周南地域うまいっちゃフェアに参加し、光セレクション認定品など本市の特産品を PR 販売するとともに、大阪府では県が主催する大阪情報発信会に参加し、関西圏に事業所を持つ複数の旅行会社に対して本市の観光素材を PR してまいりました。
さらに9月に行われたレノファ山口光市ホームタウンデーでは本市の PR 動画を放映したほか、試合開始前のセレモニーではレノファ山口オフィシャルプレミアムパートナーを務める甘露株式会社様とともに本市を代表するキャンディーや伊藤博文校の PR を行うとともに光セレクション認定品の販売等を行いました。さらに10月にはキララ博記念公園で開催されたキララアウトドアフェスに出展し、冠山総合公園の PR などを行うとともにツリークライミング体験を実施しました。体験された方にアンケートを実施したところ、本市を訪れ冠山総合公園でのツリークライミングを体験したいとの声をいただくなど、本市への誘客につながる一定の効果があったものと考えています。その他にも周南市、下松市との3市で構成する周南広域観光連携推進協議会では広島市のマツダスタジアムで3市の特産品等の販売を行い、試合観戦に訪れた方々に対して本市の魅力を PR し来訪を呼びかけました。こうした取り組みに加え、市長が会長を務めます日本の森滝渚全国協議会が例年全国の会員都市で開催している総会や自然敬愛サミットにおいて本市の紹介を行っているほか、市長自らが会員都市を訪れ積極的なトップセールスを展開しています。今後は光市といえばこれといった魅力をさらに磨き上げ、積極的にプロモーションの場を拡大していく必要があるとともに、インターネットを効果的に活用して本市に関心を持ち魅力を認知してもらう人を増加させ、観光客だけでなく移住定住者の増加につなげていきたいと考えています。次に、徳山駅新幹線口に掲示している観光ポスターとパンフレットについては、平成27年度に議員大瀬の四季の花をデザインしたポスターのほか、夏の海と伊東港の紅葉をデザインした3種類のポスターを作成し、その後、私も商工観光課長として務めておりましたが、徳山駅など季節に応じてポスターの貼り替えを職員で行っておりました。しかしながら、コロナ禍で人流が止まったことや人事異動を重ねる中で引き継ぎが十分でなく、議員が触れられたように貼り替えが行われてなかった時期がございました。現在これらを監督すべき経済部長として、今後は本市を訪れる方々の玄関口の一つである徳山駅など絶好の発信の場であるという認識をより強く持ち、本市の四季折々の魅力やリアルタイムな情報を PR するため、適切なタイミングでポスターの貼り替えやパンフレットの補充ができるよう業務のルーチン化を検討するなど徹底していきたいと考えています。いずれにいたしましても、観光シティプロモーション推進課に課された使命を果たすため、今後も効果的かつ適切な PR 活動に努めていきたいと考えています。以上でございます。大戸議員。はい、まあ、何度も繰り返して述べたいと思っております。徳山県の PR スペースについて、光市のプロモーションを行う場としてももっと活用するべきだろうと思われますが、これまで光、花、爛漫というポスターが変わらず長期間提示されたことと思われることや、最近の光市リレーマラソンに変更されたようですが、その見栄えや関心は非常に乏しいと感じられるものであったことなど、私はこれらを大変残念だと感じておりました。部長の答弁では改善に向けて調整されるということなので、この件に関しては今後期待したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。せっかく今年4月の気候改革で観光シティプロモーション推進課を作られたのですから、部長筆頭に一丸となってより良い視野を持って、あらゆる機会を貪欲に活用しながら、積極かつ魅力的な方法で光市のプロモーションを行ってほしいと、私は職員の皆様にお願いしたいと思っております。次にもう一点、観光シティプロモーション推進課として取り扱おうとされている業務の範囲が、私は非常に狭いのではないかと感じております。しかしながら、部長の答弁をもお聞きしましたが、今後はさらに積極的に取り組みを進めていかれるというの方に答弁されておりましたので、期待を持てそうなのであります。また再度お聞きしたいと思います。光市をもっともっと全国に知ってもらうべきだと私は思っております。光市の観光はこうだと全国的に宣伝されるのが当然だろうと思われます。そうすることによって移住定住されるのもあると思うわけであります。光市には日本百選と
にも選ばれておる松原を有する虹ヶ浜海岸や松原、室積海岸、そして日本の初代首相の生家である伊藤公記念館、県立公園である岩木山の神戸石、加えて室積の早草八幡宮の秋祭りや冠天満宮の梅祭りと、その他にもたくさんの宝があります。これを利用しない手はないと思っております。その他にも光市で1日散策コースなど作成され、昼食にはおいしい食事なども食されて、光市においでいただき、光市の良さを体感され、移住に結びつけるのも悪くないと思うわけであります。そこには光市として何らかの手を入れられて、民間の事業者が参入できやすい環境なども作っていただくべきだと感じております。このように光市には誇るべき観光資源が数多く存在していると思っておりますが、観光シティプロモーション推進課としては、これらをどのようにシティプロモーションしていくのでしょう。確かにシティプロモーションとして日本語でその意味及び意義も知ってもらうためには推進推進課と思うのですが、さまざまな場面で積極的に光市の観光を宣伝することで、さらに魅力を高め、移住・定住の促進につながるのではないかという観点から質問したいと思っておりますので、そのお答えをしてください。吉岡経済部長。ただいま議員の方からは、本市が有しております魅力ある観光資源等々をるるご紹介をいただきました。たくさんの観光資源を有していると私ども思っておりますが、本市はまだまだ県内でも観光地としての認知度が高いとは言えず、多くの観光客に来航していただくためには、また多くの移住者を迎えるために、これまで以上に本市の魅力的な観光資源等をプロモーションしていかなければならないと感じております。先ほどお答えした通り、これまでにもさまざまな機会を捉えて PR 活動を行っております。ただ PR 活動につきましては際限がございません。終わりが見えませんので、議員の目に我々の取り組みがまだ足りないと映っているのであれば、市外県外のお住まいの方々にはもっと伝わっていない可能性がございます。4月の組織改編でシティプロモーション観光移住定住を取りまとめ、課に昇格させ、担う業務範囲は格段に広がったところではございますが、先ほどご質問いただいたように議員が狭いと感じられたのは、まだまだやるべきことがある、やることがあるとの叱咤激励だと受け止めております。今後も多くの方々に本市の魅力が伝わる PR の手法などを研究しながら、引き続きさまざまな場所場面でのさらなる PR 活動に努めていく必要があると考えております。以上でございます。太田議員。まあ、それにいろいろ努めていかれると言われました。まあ、先ほどもポスターの話をいたしましたが、効果的に PR 方法といえば、今の時代はインターネットとも言われるかもしれませんが、徳山駅のように不特定多数の方が通り過ぎる場所でパッと目に入る、印象に残るという点では、ポスターが優れているのではないかと考えているわけであります。そうしたことから、徳山駅に貼るポスターは魅力があるものにしてもらっていただける方がいいのではないかというふうに思っております。市市誕生20周年を迎えるわけでありますし、この機会に新たな光市の宣伝ポスターを作成され PR されてはどうでしょうか。例えば光市出身のデザイン学などの方々などを探し出されて、その感性あるポスターなどをお借りして提示をされ、または幼稚園や保育園も含み小中学校や近隣の高校生等にも広く募集を設け、市民の方々にも興味を持たれるようにできないものでしょうか、お伺いいたします。まあ、壇上でも申し上げましたが、徳山駅のような状態でありますと、当然岩国の錦帯橋空港においても光市を宣伝されるポスターを貼り出されてはいないのではないかと思いますが、現在の状況をお聞かせください。吉岡経済部長。本市や各種イベント等の
宣伝ポスターの作成にあたりましては、そのデザインを市民や本市にゆかりのある方に作成していただくこと、これにつきましてはイベント等に対する愛着等を深めていただくとともに PR 効果を高めるための有効な手段の一つだと認識しております。本市では梅まつりのポスターの作成にあたっては聖光高校の生徒にデザインを依頼している実績もあることから、今後デザインの公募等も含めてより魅力や発信力のあるポスターの作成について研究してみたいと考えています。岩国空港におきましては、近隣市町等のポスターの常設スペースは現在ございませんが、期間限定的に、イベントの周知等でポスター等を掲示を行いたい場合は、本市が加盟している岩国錦帯橋空港利用促進協議会を通じて空港のロビーの一角に設置することができますので、これらの積極的な活用にも努めてまいりたいと考えております。以上でございます。太田議員。ぜひ今できるというような発言をいただきました、答弁いただきました。ぜひともそういうのはいろんなところを活用してですね、光市の観光ポスター、PR ポスター貼ってもらって光市に来てもらうようにしてもらいたいと思っております。観光施設プロモーション推進課は光市の肝煎りで令和5年4月に発足をされ、今後に向けて光市を全国にアピールされ、我が愛する光市に観光客や移住定住が促進され、光市民にとって購買ができ、遊興等が市内での購買力も大いに活性化されますよう、今後の我が愛する光市が大なる繁栄発展を期待をいたしておりますので、今後も大いに張り切って邁進爆進をされますようお願いいたしまして、私の全質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。ここで暫時休憩といたします。再開は進言をもってお知らせをいたします。なお10分程度の休憩といたします。